全然うまくなりましたよ。こんな感じで1ヶ月で。はい、本日の素材はこちらでございます。7種類のね、日本全国の牡蠣を集めてみました。全部マガキです、マガキ。12月の牡蠣はこれが美味しい、これが身入りがいいみたいなのをレポートできたらいいなと思ってます。ぜひね、最後まで動画の方をご覧ください。はい、それではね、本日仕入れた牡蠣はこちらの7種類です。今日はこの7種類を開けて食べてみたいと思います。それではね、開けていきます。はい、それではね、食べ比べしたいと思います。ここからサロマ、千宝市、八景市、山田、赤崎、東京湾、室津の順ですね。この順番に、北から順番に食べていこうかな。いただきます。今日は味わかるようにすだちオンリー、すだちをキュッと絞って全部このままいきたいと思います。牡蠣大好きなんですよ。よし、ということで先に飲み物をちょっと用意させてもらいます。今日は、プロセッコ、ベネチアのあるね、ベネト州のスパークリングワインのことをプロセッコって呼ぶらしいんです。僕もあんま知らなかったんですけど、まあまあ意外と甘いですね。よし、いただきます。まずはサロマからすだちを絞って。サロマなんか色が濃いじゃないですか。殻の色が濃いんで結構味も濃いんじゃないかな。いただきます。結構塩味があります。うん、味だってうまいですね。味が濃い感じ、あの貝の肝の味がちゃんとする、貝の味がする。次、千宝市。千宝市はね、結構夏の終わりぐらいからずっとありますよね。ずっと物がいいです。クリーミーな感じしますよね、すごくね。クリーミーさがサロマと全然違います。千宝市はクリーミーですね。岩牡蠣と真牡蠣以上の違いがあるような感じですね。厚岸、厚岸、ちょっと身はさっきの千宝市よりもちょっと出してるかな。サロマよりは塩味がないけど結構塩気のある感じですね。似てます、ね、似てるけどサロマの方が貝の味だった感じかな。こっちは塩気があってちょっと千宝市とはまた絶対違う、全然違うタイプの感じがします。山田行きましょう。前回食べた時ね、すごい水っぽかったんですけど、ここら辺がふっくらしてきましたね。いいんじゃないですか。行ってみましょう。全然うまくなりましたよ。こんな感じで1ヶ月でバランスがいい。さっきの厚岸とかよりもちゃんと味があって、まあ、クリーミーさもちょうどいいぐらいで、うん、先方ちょうどクリーミーじゃないですけど、すっごいバランスのいい感じですね。これは美味しいです。じゃあ赤崎、前回ね、確かここは赤崎が一番好みだったんですけど、どこでしょうか。まだ身は大きいですよね。うわ、いい感じじゃないですか。赤崎行ってみましょう。ちょっとね、これはね、やっぱりバランスいいわ。結構塩味があるな。クリーミーさとバランスいいんですけど、先月の方がもっとインパクトがあった気がするな。なんか山田よりも塩気があります。次いきます。実はね、これを食べたくてやったようなもんです。今回は東京湾の牡蠣。東京湾の魚はね、やっぱ何でも取ってるんですよね。栄養が豊富で、プランクトンが豊富で、なんでハードルが高いです。すごくないですか。なんかすごいですよね。硬い、しずくが足りないですよね。ちょっといってみましょう。いただきます。うん、うまい。うまいわ。甘みがある。貝柱がなんかでかくないですか。すっごい貝柱を感じます。一個一個しっかりしてて、硬くて味があって、やっぱうまいな。塩味がない、しょっぱさがない、これはうまいな。ということで最後ね、室津、兵庫県のブランド牡蠣ですね。ちっちゃいですけど身がすごくしっかりしてて、深いですよね。深い、さっきの東京湾と比べても深いですよね。甘みがある。これもこの岩手あたりと違って塩味がなくて、牡蠣がジェットしてる感じの牡蠣ですね。全然違いますね。やっぱ食べ比べるといろいろありますね。ということで12月の牡蠣の紹介でした。全部うまかったですけど、一番はやっぱこれですね。東京湾、すげえうまいです。あ、でも一番高いです。変な話、この中で一番値段が安かったのはこのサロマの牡蠣と。この牡蠣とこの牡蠣の値段は実は3倍高かったです。
高いからっていうのはまた違うと思いますけど、希少価値だと思うんで、非常に美味しかった。で2番は、少しかな、このクリーミーさは買い難い。ということで、ね、毎月これやってきますから、で1ヶ月実際変わりました。山田はね、全然うまくなりますよ。だから好きによってどんどん変わってくる。世界中ね、味わいが上がってくるのが非常に面白いんで、またね、牡蠣は来月やりたいと思います。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。うたろうでした。ナイス。